国鉄時900経過車は1943年から1946年にかけて8209両が製造された鉄道省の無害貨車である。第二次世界大戦中の輸送増強策で開発され大量生産された戦時設計の得意な三軸貨車であるが構造の欠陥や粗悪さによって戦後は比較的早期に淘汰された。 一般的な一段リンク式の二軸、無害車ホイールベース間に、中間軸追加で三軸貨車とすることで、積載荷重を増やし、周囲のつま板、煽りドを高くかさ上げして、貨物積載容積をも増加させた構造である。つま面、煽りドともに最低限の鋼材で支えられた木造で、煽りドは下段だけが三分割で開き、上段は固定されている。外反塗装は黒。 最高速度時速 65km、時長10.7トン、荷重30トン。製作に必要な資材や労力を節約しつつ、輸送力を最大化するという、戦時設計の思想のもとに誕生した三軸無害車である。これまで船舶で行ってきた石炭の輸送を鉄道で代替することを狙いとして設計された。設計、製造されたのは戦時中であり、 資材が限られる中での輸送力増強が強く求められていた。そのため、貨車は簡素かつ多量の物資を積載できることが設計の前提となった。一般的に貨車は大型化するほど自長あたりの荷重を大きくすることができる。当時の日本の貨車には軸重16トン以内という制限が課せられており、無害車の場合に軸走り装置では十七トン積みが限界であった。 軸重を軽くするには1両あたりの車軸の数を増やせばよいが、ボギー走り装置を採用すると、多くの資材と手間が必要になる。このジレンマを解決するため、本形式では、ボギー走り装置ではなくに軸走り装置の2本の、車軸の間にもう1本車軸を追加した3、軸走り装置が採用された。本形式は、中央軸の車輪についてもブレーキ臭を有している。 三軸車の中央軸は曲線通過時に横動するからそれを妨げないように中央軸の車輪にはブレーキシーを設けないのが従来の常識であった。しかしながら極端に時情を低減しつつ荷重を増した本形式では空車時の車輪フラットを防止しつつ赤車時の制動力を確保するためには中央軸にもブレーキシーが必要とされた。また、 編成中の大部分を、時900形式で占める、石炭輸送列車の場合に、時900形式の中央軸に制動が効かないと、すると、編成全体として制動力が不足する。これらの検討から、常識を破って、中央軸についてもブレーキ集が設けられた。また本形式は、石炭輸送充当時の効率性を重視し、一般貨物の二役の利便性を犠牲にして、 煽りと上部に固定の側板を設け、溶石を拡大した。この側板がないと、比較的低密度の積み荷である石炭を積むときに、荷重が30トンに達しないための措置である。一方、あくまで無害者であって、専用の石炭貨車ではないためそれ以外の木材、鉱材などの積載も行われたが、開閉機構もない固定の側板は、二役時に甚だしく邪魔になることから、 工述する側板破損や欠落車両の多発につながったと考えられる。車体断面は石炭積み込み場の縮小限界に収まる寸法とされた。製作に必要な資材と労力を節約するため以下のような工夫が施された。これ以外にもブレーキ部品の新炭焼き入れの廃止、部署の廃止などの簡略化が行われている。昭和19年度発注分からは さらに、煽りと受け羽根と繋がかりの構造を簡易化して、資材と工数の一層の削減を図った。本形式は三軸走り装置を採用したが、カーブを曲がる際に変異が多くなり、中間軸が車体に固定されていたために、中間軸が強く、レールに押し付けられ、大きな走行抵抗を生じさせた。実際に本形式を貫ねた、 貨物列車を10パーミルの上り勾配で引き出すことができず、一旦下がって勢いをつけようと制動勘解したが全く動かなかったというトラブルも発生している。太平洋戦争中盤まで石炭、木材などの日本国内宴会輸送に対応されていた一般貨物船は連合国側の攻撃による船舶の損耗を補充するため、戦争後半には南方、 中国戦線への輸送に多数が徴用された。海上輸送力の不足により、軍需物資の国内輸送においては鉄道への依存度が著しく高まった。トキ900は、その非常時輸送を担うために e f 1 3型電気機関車、B52 形状機機関車、63系電車と共に作られた戦時設計貨車である。資材節約、構造の簡素化。 制作コスト削減を図りつつ、駅の有効調を最大限に利用するために、二軸車並みのサイズで側、わ、妻を高くして、積載傘を増やした三軸車とし、大枠などの設計強度も限界まで下げて、社長が長く自長もかさむボギーム会社に被験する、荷重を実現、輸送効率を高めている。1942年に大宮工場で試作された、 後日本車両製造本店、支店、川崎車両、汽車製造本店、日立製作所、新潟鉄工所、田中車両、帝国車両工業及び、苗母工場、五両角工場、旭川工場、串路工場の各工場で大量生産が行われた。総生産数は8209両。ハムヨー務会社として多彩な用途に利用され、輸送力不足の折、 その役割は大きかった。しかし強度面のみならず、三軸固定の構造は走行安定性にも難があり、破損、脱線事故や軌道不可増大などの問題を起こした。このため、戦後は廃車や多形式への改造が早期から積極的に行われ、1959年までに全廃された。2000年に治療が浜松工場で復元された。これは、 下回りだけが浜松工場の構内作業用として残っていたものである。番号は時4837と推定されている。復元されて以降は浜松工場が一般公開される新幹線なるほど発見例で展示、公開されてきたが2010年に浜松工場のリニューアルが実施されることにより在来線車両の入り出場が一切なくなるため、 翌年に、美濃太田車両区に移動し、カバーをかけられた状態で留置されている。一時期には、リニア、鉄道館に保存されるのではないかとされていたが、収蔵はなされなかった。太平洋戦争後も、一般貨車や業務用客車の自給自体は逼迫していたことから、政治対象になった時900型は、多種多様な客貨車の改造主車となっている。暖房車、マヌ34型、 ヌ百系、有害者は一万系、ワム九万系豚赤車、ウ三百系陶器車、ポ三百系、長物車地差千六百系、ミサオ重車、ソ五十系雪かき車、キ九百五十系、車掌車よ三千五百系た多,多数あり。改造に際しては、種車台枠の強度不足など、問題も多く、多くは、中間軸を省いた二軸車か。 ボギー台車装備下に変更され、改造流用といえども大枠部材の一部や連結器、ブレーキ装置など、比較的限られた部品類流用に止まった事例が多い。戦時設計に起因すると思われる、得意な事故が発生している。なお、終戦後に撮影された時900の写真には、側面で2段3列配置となった木製アオリドのうち、中央上部の板が失われ、側板が、 大型の外観を呈している事例が多数存在した。時900では、王城側板の個体が極端に多かったため、趣味者の間では、この形態が原型であると誤認される事例すらあった。これは、後天的な欠落で、中央上あおり度が爪ま板に直接固定されていない、ため固定強度が低く、運用中に、両脇のあおり度との接合が外れて、脱落してしまったことによる、 さらにひどくなるとつまいた寄りの上段煽り度までも一部、欠落した事例まで生じたが、それらのほとんどが他形式改造ないし廃車となるまで、上煽りと脱落状態で運用され続けていた。1948年に4両が名古屋鉄道2乗とされ、時12000型となった。4両とも日本車両製造の主有車で国鉄直通車であった。 1953年に旧車となり、1958年に廃車された。ありがとうございます。